皆さんこんにちは。2020年の9月の17日木曜日です。大の大冒険アップデート終わりまして、イベントやってきました。まずですね、覚醒ですね、大剣覚醒、あと福引きも、無料のものとかありますので、後で引いていきたいと思いますが、覚醒工房に、大剣覚醒来ました。でこれですね、どうなるのが良かったのかなっていうところのちょっと話からなんですけれども、 3D 表示、こういう光り方、ぶっちゃけ生配信の時も思ったんですけれども、カットインはね、個人的にはやっぱいらないかなっていうまず印象ですね。でこれちょっともったいないなと思ったのは、特性に、攻撃呪文ダメージ 15% 減が入っているんですけれども、こういう形ではなく、特性は例えば、攻撃特技のコツとか、デイン系のダメージアップ、でそれからあとはデイン系のスキルだけ、コツがつくよみたいな、そういうのを入れて、このドルオーラですよね、これを秒数30秒なんでもっと早くしてあげて、でドルオーラを入れるとこの特性が発生するような方が美味しかったんじゃないかなっていう気はしますよね。そっちの方がドルオーラ使う必要も出てくると。でプラスアルファ、これやっぱりリュウマジンということで、強化っていうことのイメージも多少あるんですよね。なのでリュウマジンドルオーラを使うと、攻撃呪文バリアみたいなものが貼られたりとか、そのマジバリみたいなもんでもいいんですけれども、それからちょっとバイシかかるよとかピオラかかるよとか、2つのバフがこのドルオーラを使うことによって、まず発生するっていうことであれば、一応強化にもなるじゃないですか。だから一応ドルオーラは火力は弱いんだけれども、バフがかかるから使っておこうっていう形になるから、そういった方向性の方がユーザー的には嬉しかったのかなっていうのは感じますね。はい。だからこの特性をもっとちょっと別なもので、コツとかダメージアップももう微量でいいんですよね。その分、ドローラの方も何かこうバフがかかるような形で強化、ダメージアップというのはなかなか難しいと思いますので、少なくとも秒数はもう少し早めで、そうですね、呪文軽減がついたりとか、バイシピオラが、後からでもこれはいいので、そうするとこれ2周目貯めると超越ギガストですね、倍機状態には一応なってくれるので、少しはバフを上げながら戦っていけるっていうことができたかなっていうのがちょっとやっぱり惜しいかなっていう気がしております。ただいずれにせよ、もうこれ荷積みをすれば2発目は実質8秒レベルで打てるんですかね。そう考えると、やっぱ荷積みしたいよねって話になりますよね、これね。片方だけでもとりあえず、23秒貯めちゃえば、もう1箇所の、超越ギガストを少し待てばバーンと2発目いけると思いますので、1100%と、打てる可能性を考えると、やっぱ荷積み夢があるなと。で先日僕ガイア剣これ当たったんですけど、こっちにも荷積みできるんですよね。攻撃特技2つありますから。ただちょっとこっちは今更っていう感じがするんで、攻撃力も182で悪くはないんですが、やっぱり覚醒の攻撃力200あるもので使った方がいいのかなっていう気は、しますけれども、ガイアの剣って結構でも赤 S2 つ入れられるっていうスロットって珍しいですよね。ここをいろいろ変えていけば、結構汎用的にも使えそうだなっていうのは感じました。どっちにせよ、大剣覚醒で使ってあげた方がいいのか、それか1個だけだったら取り出した方がいいのかなっていう気もしますね。はい。ちょっとそこだけ感じたのと、闘技場に関しては、発生した。ですね、次どんぼ、このボーナスのこのコメントが結構遅いっていうか、すぐに入れないんですよ、戦闘とかにね。どうだっけな、コロニーで
これか、電電流。これはちょっと仲間にしておこうかな。なんか悪くない感じがするんですよね。で、まあメダル自体もちょっと余ってるんで、まあ、スロットがね、少しこれ1個足りない印象なんですかね、マヌと。ただやっぱこうステータス的なところの強さっていうのはあるんですけれども、これは少しリサーチして一応取ろうかなぐらいでは今考えております。はい。それからですね、福引きに関してはなんか1個また告知されてないものが入ってませんでした？告知されてたのはこの11連星5に確定のものですね。で、提供割合的なところはこれは 10% になっております。いや、こういっぱいあるからね、こんなのから1点狙いやっぱきついんで、ちょっとやっぱループガチャっていうやつはまあ9000円出せばっていうね、まあ、出す価値は、でもここまでの提供確率叩き出してくれるんであれば、ここまでというか、まあ、別のガチャっていうかね、こっちですよね。やっぱ4で10枠ってなると、まあやっぱこのぐらいになると全然お金出してもいいよっていうね、やっとっていう感じですよね。それまではどうしてもやっぱりこの確定枠がやっぱ1つとか2つとかだったから、まあなので、そうですね、このループガチャに関してはまあ9000円出す価値は十分あるかなと思いますが、これなんですよね。これがあれ、これ何、ジェム1万って思って、で中見ると、あの要はどれかからもう絶対当たるよみたいな感じになってるっていうことですよね。はい。だからもうこれしか出ないよっていう、ただ1万なので、1点狙いする場合はやっぱループ使った方がいいかな。ただ無償でっていうことを考えるとってことですよね。だからどうしても課金したくないよっていう人は一応こういった救済措置まで取られているっていうような話なので、まあただ何分の何になるんだこれ、こっから剣1点狙いは可能性低いですよと。でドラクエの日前に1万ジェムを、まあ、無償でも使うのは結構リスクあると思いますんで、まあ、その辺はあのよく考えていった方がいいかなっていうような、まずは感想ですね。あと新しいそのクエスト的なところでは、ボスが特にあの新ボスみたいなものが多分ないですよね。これもう全部クリアしちゃってるし、この蘇る決闘も全部クリアしてますので、まあだからまあすぐになんか大の新しいものをっていうわけではなさそうですよね。はい。まあその辺が気になったところでしょうか。ではですね、まず炊き出しから行こうと思います。ちなみに僕が一番最初に課金したのはギガストですね。1万円課金したと思います。来い。残念。はい、ここにですねチケット福引きってありますが、これやっぱそうですね、チケットは地図クリアで入手なんで、まだちょっとゼロですよね。まあ順を追ってっていうことかもしれないので、まあ、取り急ぎ、大のコラボレーションやってきましたよっていう話と、まあ大剣覚醒がもう少しこうなったらね、さらに良かったかなっていうような雑談しました。まあいずれにせよ、大剣覚醒、伝説だとやっぱちょっと、手が遅れてしまうっていうね、ところはあると思うんですけれども、まあ荷積みしたところでやっぱり2発目23秒待てばすぐに打てるよっていうところは、まあ、でかいかなっていうメリットは確かにあるかなというふうに今思ってます。バフ上げがどうするかですよね。これに関してはね、防具で上げるのか、まあ、ここにでもバイキっていうのもちょっとね、バイキも18秒ぐらいでしたっけ。まあ難しい選択いろいろとあると思うんですけれども、やっぱ名流刀とどうしてもね比べてしまうとって言ったところは、ありますのでね。はい。でも進化玉は僕いっぱい余っているんで、例えばすんなりなんか剣2本当たっちゃったよとかあれば、まあ分かんないですけどもね、作ろうと思えば大剣荷積み
超越ギガストン2積みは作れるかなとは思います。ただもう少しそんな焦らずね、このガチャ自体も、あ、間違えた、福引き、結構期間あるんで、このループ福引きだけでも10月12日まで、なんか最低限10月12日までは、まあ、ダイコラやっている形になると思いますので、まあ、少しずつ様子見ながらでいいと思います。あと、ノバ装備も来ますから、まずはノバ装備の防具で神がかっているところがあるかもしれません。ノバ装備ももしかしたらこういったステップアップガチャ来るかもしれないので、まあ、ここで9000、もちろん最初から使っていきなり貫突作れる人は作ってもいいと思いますけれども、お金に余裕がない人は、まあ、ノバ装備の性能を見てから、まあ、代券覚醒を考えるとかいう形でも十分いいのかなっていう気はするので、まあ、焦らずにゆっくりでいいのかなっていうようなが、とりあえず初日の感想です。はい、ということでまたお会いしましょう。さようなら。